Kid who's nappy with the dress. Just don't get mad. Wanna pick and then leave him. Can't see his own. ハードコアから爆発的飛距離とラトルサウンドで誰よりも広いエリアを攻略できる青物用ダイビングペンシル、バレットダイブ 140mm、170mm が登場します。バレットダイブ最大の特徴は名前の由来でもある次世代重心移動システム、通称マグバレットを搭載していること。キャスト時はウェイト級が分散することなく一つの塊として稼働するため、強烈なインパクトによる推進力を発生させ、最大飛距離 80m オーバーという爆発的な飛距離を生み出します。特筆すべきは誰が投げてもこの 80m オーバーという爆発的な飛距離を実現できるところです。スイム時は一つの塊として稼働するウェイト級を腹部の強力なマグネットで確実に固定するため、重心のばらつきがなくなり安定したスイミング性能を発揮します。重心移動のレスポンスも速く、ウェイトボール同様の速さでスイミングポジションに復帰します。ワンノックのラトルサウンドで周魚効果アップ。内蔵されている大口径のラトルボールをゴトゴトと鳴らして遊泳するため、ローライト時、ディープエリア、ラフウォーターなど広範囲にルアーの存在をアピールしたいときや、目先を変えた攻め方をしたいときに効果的です。水押しが強いスイミング系ウォブリングアクション、重心移動システムのウェイトバランスと太めのヘッド形状により、水押しが強いスイミング系ウォブリングアクションでターゲットを誘い出します。高強度ボディとワイヤースルー構造でビッグフィッシュとのやり取りも安心。貫通ワイヤーの引っ張り強度試験では100キロを超える圧倒的な強さを記録。ルアー回収時、魚の取り込み時に磯場にぶつけても壊れにくいボディ強度を保っています。ラインナップは 140mm50g と 170mm72g の2タイプで、ショア、オフショアどちらも使用できるスペックとなっております。最大飛距離 80m オーバーという爆発的な飛距離とワンノックのラトルサウンドで誰よりも広いエリアを攻略できるハードコアバレットダイブが最高の釣りを約束します。